今度簡単に。すごいな。あ、鉄道好きなんですか？あ、まあ、はい。大宮って最初駅がなかったってすごいよね。鉄鉄ではないんですけど、そうですね。あれもなくなっちゃう。そうですね、なくなっちゃう。ちょっとこれ難しいですよね。あ！そうですね、この商品は作画家とくらいそうですけど、ずっと活躍されている方は何かケツがあるのかな。ケツないね、ですけどたまたま幸運だったからなんでだろうね。人との出会いだったり、いい番組と巡り合ったりが幸運でしょうね。これは自分の力ではどうしようもないですからね。将棋と出会えなかったらって考えたことありますか？そうですね、なんかその前は電車の運転手さんみたいな。え、なんか電車の、ああ、俺も覚えてた。こんなに違う人生。電車の運転手さんだったり、今でもなりたいですよね。出発点は同じだったんだ。そうですね。それがすごいですよね。全然違う人生あるんだな。